もともとそのやってきた仕事が報道のニュース番組を作る仕事だったりしたんですけど、ドキュメンタリーもテレビの仕事としてずっと長年やってきましたので、自分でカメラを持って被災地を訪れて、やっぱり私ができることはドキュメンタリーというか、映像で現地のことを記録させてもらえたら、それを発信するっていうことなら何か貢献できるのかなというふうに思って、5年半かかって「ライフ生きてゆく」という映画が出来上がったということなんですけど、その震災から3ヶ月ぐらい経った時に、またまた知り合いの NPO の方が南相馬に支援に入ってるというので、仕事の取材として同行させてもらって、でその震災3ヶ月後の南相馬に宿泊をして取材をする機会があったんですけど、その時にもう次に来るなら自分一人で来てしまった方がもう気楽だし、いろんな人に話も聞きたかったのでと思って、一度仕事で行っていた南相馬っていうので、震災の年の夏に初めて一人で来まして、でそれからはもう南相馬でいろんな方にどんどん出会っていったので、そこを拠点に福島の特に原発に近い地域に足を運ぶようになったということです。上野さんのご自宅があった貝浜地区、津波の被害がすごく大きかったんですけど、そこの海岸で海の海岸の風景を撮影をしていて、朝早くで撮影が終わって、そこにしばらくいたところに、ちょうど、たまたま偶然ですけど上野さんがこうやってきて、私は最初気づかなかったんですけど、後ろでなんかなんだっていう感じの叫び声みたいなのがして、であって思って振り返ると、もう軽トラックに男の人が2人バーって飛び乗ってバーってすごい勢いで走り去っていくところで、その時に、私がカメラを持ってたんでそのせいだろうっていうのは分かって、でこう見ていると、そのちょうどそこから見える上野さんの被災したお宅に車が入っていったので、慌てて追いかけていって、でもともかく皆さんを撮影するとかお邪魔するとかいうつもりでは全然なくて、たまたま居合わせて、でもその不快な思いをさせたことだったり、それをお詫びしなきゃと思って、で追いかけていって、で私のカメラがもう普通の家庭用ビデオじゃない、もう業務用のカメラだったので、テレビなんだろうって言って、マスコミなのか、どこのテレビ局なんだ、何しに来たんだとかっていうのを言われて、でちょっとその時は別に映画を作るとかそんなことでもなく、もうただお話聞ける方に自分で一人で個人で、勝手にお会いして聞いて回ってたみたいな状況なので、もう正直にそのままそういうことで、仕事ではなくてお休みで、自分のカメラで人にお会いしてますっていうようなことを、ちょっと回りくどいけどそういうことをお伝えして、で皆さんを撮るつもりではもちろんなくて、でも本当に申し訳ありませんでしたっていうのをお伝えしたんです。その時の表情がやっぱりこっちをすごく睨んでて、本当に怒ってるけど、きっとこの人は本当にはものすごく言いたいことを持ってる人なんじゃないかなっていうのをなんとなく感じて、で本当は言いたいことがあるけれども、やっぱりそれが言えずに来たんじゃないかなっていうことと、あとその怒っているけれども、本当にものすごい悲しい目をしていて、でその悲しみっていうのが本当に深くて、とてもその時その場で聞いたりできるものじゃないっていうのはすぐに分かって。だからもし私がこれからもここに足を運んで、どこかでまたお会いする機会があったら聞けたらいいなっていうのは思って、ただもうその時はそれだけで終わってしまって、でそれからまた何回か来てるうちに、年が明けて
翌年の2月ですね、南相馬市内でシンポジウムがあって、いろんなその震災後にできた NPO とか復興支援団体が集まってやってたシンポジウムなんですけど、そこの会場でたまたま上野さんと再会して、でその時はきちんと私も自己紹介をして、でこういうことで来てますという話をした上で、そしたら上野さんが自分と自分の家族に起きたことを、震災直後の様子をその場で話をしてくれて、でその本当に淡々とお話しするんですけど、もう私の想像を絶してたというか、やっぱり一番はその原発事故が起きた福島っていうことで私も足を運んでたんですけど、もうそこにその津波の被害に遭った地域の、そこで亡くなった方たちのその原発事故のせいで置かれた状況っていうのが、もう日本でこんな風に命が顧みられないような、こんなひどいことが起きていいのかって思うような、本当にちょっと信じられないような、私も全然想像が及んでなかったことを初めて気づかされて、でもその場で話を聞いた後に、また来ることあったら連絡してよって上野さんが言ってくださって、でそれからさらにその次ぐらいですね、上野さんにお電話して初めてきちんとお会いして、でもその時もまだカメラを回すとかそういうことではなくて、もうただお話だけ聞かせてもらって、でも聞かせてもらって、その車に乗って帰ろうと思って帰りかけて途中まで走ったんですけど、このまま帰ったらもう私が一人で話を聞かせてもらっただけになってしまうと、何のために私がここに来て、何のために上野さんがそんな話を聞かせてくれたんだろうっていうふうに思ったら、やっぱりそれをカメラで記録をして、もっと多くの人に聞いてもらわなきゃっていう思いが出てきて、でその場ですぐ上野さんにまた携帯で連絡をして、で実はさっきお話聞かせてもらったんですけど、もう一回カメラでインタビューできちんとお話を聞かせてもらえませんかっていうのをお電話で伝えたら、じゃあ今戻ってきてくれれば話するよって言っていいからって言ってくださって、ですぐ引き返して、でそれで初めてカメラを向けてお話を伺ったのが、映画の冒頭に出てくるインタビューなんです。それも人の縁というか、偶然の出会いではあったんですけど、やっぱり自分としてこの人のことは絶対伝えたいっていう意思で戻ったことだったので、この映画にはやっぱりその時に始まった私が、これからやっていこうっていうことを記録し始めたその日から全ての思いを盛り込むことができたなと、これを見て、その福島のために何かをしなきゃとか、そこを助けてあげなきゃとか、そういうことを伝えたいわけではなくて、むしろそのそれぞれの人が日々生きる中で、その自分としての生き方だったり、大事な人と共にある時間だったり、そういうところに改めて目を向けて、自分自身の生き方を考えてもらえる、そういうきっかけにしてもらえたらなっていうふうに思っています。